壺の形を工夫して切り、思いのままに模様を描いて、何でも好きなものが入れられる魔法の壺を作りましょう。まず、壺の形を作ります。黒とパステルの色画用紙をそれぞれ半分に折ります。パステルの画用紙に鉛筆で壺の半分の形を描きます。向きに気をつけて下に黒い画用紙を重ねたら、切り取る部分を何箇所かホッチキスで留めます。線に沿って周りを切り取ります。取っ手のように穴が開いているところは、外側から一部切り込みを入れて切るとカッターナイフを使わなくて済みます。壺の形ができたら、貼り合わせる時の目印をつけておきましょう。パステルの画用紙に名前を書き、貼り合わせた時にはみ出さないよう周りを5ミリほど切り取ります。取っ手のような細いパーツは切り落としておきます。黒い紙に重ね、中心を合わせたら、明るい色の色鉛筆で貼り合わせる時の目印をつけておきます。大まかな模様を切り取っていきます。黒い画用紙の外側1センチくらいは切らずに残しておくので、線を引いておきましょう。その内側にまっすぐやギザギザ、曲線など、思いのままに線を描き、切り取るところに斜線を入れておきます。切り取るときに開かないよう、一箇所ホッチキスで留めましょう。留めていないところから斜線の部分を切り取っていきます。ここは飛ばして最後に切り取ります。黒とパステルの画用紙を貼り合わせましょう。黒い画用紙を開き、色鉛筆で印を書いた方に糊をつけます。糊が表にはみ出さないよう薄くつけましょう。尖った部分や切り離した部分はめくれやすいので丁寧につけます。パステルの画用紙は名前が内側になるように折り、はじめにつけた印に合わせて貼ります。反対側にも糊をつけ、パステルの画用紙を開いて貼り付けます。取っ手の切り込み部分は裏からセロテープを貼っておきましょう。絵の具の準備をしましょう。水入れに入れる水は底から2センチくらいで十分です。蛇口の下に水入れを持っていったら、水を出し、小さい部屋には1秒ずつ、大きい部屋には3秒水を入れて止めます。6秒で入れられるので、クラス全員の水汲みがあっという間に終わります。机の上の置き方に決まりはありませんが、右利きの場合はこのように置くと作業がスムーズにできます。小さい雑巾の代わりにティッシュペーパーを畳んで使うと、捨てるだけで片付けができるのでおすすめです。水入れの一番奥の小さい部屋に、長さ15センチくらいの実験用使い捨てピペットを入れておきます。図工では捨てずに繰り返し使ってください。筆は一番細いものを使います。できれば0号の丸筆か、面相筆を用意しましょう。筆で細かく模様を描きましょう。絵の具はパレットの広い部分に少しだけ出します。目安はご飯粒一粒分です。垂れない程度に水をつけた筆に絵の具をなじませ、模様を描いていきます。乾いていないところをこすらないよう、描きやすい方向に回して描いていきます。水気がなくなり、かすれてきたら、ピペットにきれいな水を吸い取り、
絵の具の横に一滴だけ垂らします。筆の先を水滴に少しだけつけて水を含ませ、絵の具と混ぜて続きを描いていきます。点々や丸、三角、四角、ぐるぐる、ギザギザなど模様を工夫して描きましょう。色を変えるときは筆を洗います。広い部屋でしっかり洗ったら、次は手前の小さい部屋、真ん中の小さい部屋の順に使い、ピペットが入っている部屋の水は汚さないようにしましょう。次に使う色は別の広い部屋に出し、同じように描いていきます。パステルのところに模様を描き終わったら、白い絵の具で黒い画用紙にも模様を描きます。白い絵の具が乾いたところに他の色を重ねて塗りましょう。先に白を塗っておくと重ねた色が鮮やかに見えます。黄色など明るい色も使えます。黄色と緑は混ぜて使いたかったので同じ部屋に出しました。混ぜるときは絵の具を出したところから少し離れた場所で少しずつ混ぜて好みの色にしましょう。あとは時間が来るまで全体のバランスを見ながら模様を付け足していきます。周りの線を目立たせたいときは黒いままにしておくとくっきりと見えます。残った絵の具を使って台紙に模様を描きましょう。台紙は壺の紙より一回り大きい白い画用紙を使います。パレットに残った絵の具にピペットで水を足し薄めたら、イメージに合わせて自由に描いていきましょう。筆で描くだけでなく、ピペットで絵の具を垂らして紙を傾けたり、ストローで拭いたりしても面白いです。たくさん絵の具が残ったら、ピペットで水を足し、絵の具が溶けた水をまたピペットで吸い取って水入れに移します。パレットがだいたいきれいになったところでティッシュで拭き取れば、汚れも水気もなくなり、そのまま袋にしまうことができます。水入れはほとんど汚れていないので、まず水を捨ててから、はじめと同じように6秒で水を汲み、軽くゆすって流します。しっかり水を落とし、筆の先を上に向けて入れて乾かします。乾いたら袋にしまいます。袋の隙間にクレヨンも入れておきましょう。使える描画材が増えると表現の幅もぐっと広がります。台紙が乾いたら作品を貼りましょう。貼る位置を決めてから輪にしたセロテープを裏に4箇所くらいつけて台紙に貼り付けます。この方法だと壺を台紙から剥がしやすく、壺も台紙も別の作品の素材として生かすことができます。最後に題名をつけ、名札を貼って仕上げます。名札も作品の一部なので丁寧に書き、まっすぐ貼りましょう。こちらは参考作品です。自分に合った方法で不思議な魔法の壺を作りましょう。